遠い昔、こんにちは、今回は、ヒットっていうね、アプリをやっていきたいなと思います。まあ、やる始め、なんかやるきっかけは、まあ、YouTube のね、広告でなんかしつこく流れてたので、まあ、ちょっとやってみようかなと思います。で、まあ、聞いたところによると格ゲーみたいな感じかな。人間は配送で、なんか今ムービー流れてるけど、これちょっと聞いていたらいいかな。まあ、どちらにせよ、まあ、リセマラするつもりなんで、もしこう続けるようであればリセマラします。はい。でちょっと調べたんですけど、えらいリアルやなリアルやな。調べたところ、なんかシャドーバースみたいになんかリーダーを最初選ぶことができて、シャドーバースやったら7人の中からまあ選ぶことできますよね。このゲームは4人のうちから選ぶっていうのがなんかあるみたいです。あとはガチャがあって、このニセマラで、まあ、SSS、一番レアが SSS と、でそれを引かないとだいぶ厳しいっていう風には聞いてます。はいまあちょっとね、やっていきたいんですけど。あ、すごいなこれ。問題ありません。この先がロトゥメラの中枢だ。あ、これなんか一つ一つ、あの文字読んでくれるんで、まあね、ゆったり聞いていきましょうか。はい。報酬は近いかな。あ、はい、フリードリヒ、人間にとって最大の好機が訪れました。はいはい、なるほど。最大の好機が訪れたと。あ、ですが、先ほどのアイロンの検出。アイロンって何や。私たちは何か重大なことを見落として。なるほどね。この戦況を作り出すために多大な犠牲を払った。さっきの犠牲。知らんで戦い。俺たちは前に進む。とりあえず前を進もうということですか。はい。わかりました、フリードリヒ。この報酬っていうのがなんかキーになるんかな。まあ、報酬をゲッ、報酬やんな。ちょっと読み方わからんわ。ネロ、あ、一応フリードリヒって英雄やねんな。イリシャ、ネロ、アリベルト、誰や誰やねん。なんかシャドーバースのユリアスのさ、ザルタバールやったっけ。ああいう感じでよくわからんな。パッドで動くと。なるほど。あれ、こっちなんでいけないの。あれ、あ、こっちか。こっち行って、あれ、なんか壁やんあ、なんかあるぞ、燃えてるなあ。でもこれ結構面白そうやな。てかリアルやな。なんか聞くとこによると、海外のゲームみたいですね。で今なんか右上になんか出てたけど、なんやあれはあ、進んで、あの、左でこれ指左でさ、やっていかなあかんから結構操作が難しいな。攻撃ボタンを長押し、珍しいな。で、連続で攻撃もできる。なるほど。長押し。おお、すげえすげえすげえ。え、めっちゃ食らってない。え、あー、そういうことか。で、長押しで、あ、長押しすると、永遠にこう、ずっと攻撃できるんやわ。強い。すごいな、これ。長押しこう押すと、ずっとこう、できるわけか。え、しかも強ない、こいつ。いきなりなんか強いの手に入れたんだが。これでちょっとやっていこうかな。すごいすごい。おー、なんか出てきた。防御。防御ボタンを長押しすると敵の攻撃を防ぐことができます。なるほど。あ、これね。あー、なるほど。あの、右上のやつ。あ、カウンター。敵の攻撃を受けるタイミングに合わせて防御ボタンをタップすると反撃。なるほどな。カウンターの極意は敵の攻撃を受ける一歩手前から防御ボタンを長押し。なるほど、なるほど。だから、防御ボタンこうずっと。あれ、ちょ、早いな。移動しながら防御ボタンをタップすると進行方向に回復することができます。なるほど。対モンスター戦では回避中は敵からダメージを受ける。なるほどね。あ、こんな感じか。これ回避ね。でずっとこれ防御長押ししてたら、カウンターがあれできないあ、まあいいや。まあ、とりあえずこれ長押ししてたらいいやろ。とりあえず多分このね、剣のマークをずっと長押ししたらいいけど、これチュートリアルにしては、HP 減ってるんだが。20分の1ぐらい HP も減ってるんだが。で、スキル。スキルを使用すると強力な攻撃を繰り出して敵を一掃できます。なるほど。スキル。あ、これね。え、強ないかこれ。あ、こっちもできんのか。あれ、押せない。
あれ、これ、右上のなんか炎みたいなやつと、こっちのなんかブーメランみたいなやつ。押せないんですが、あ、コンボな？あ、スキルでダメージを与えると敵に対して状態異常を与える。なるほど。あ、これを。抑えて。コンボ。あれ？あ、ちょっと待って、今、押しちゃった、間違えて。とりあえずこれかな？あ、なるほど、なるほど。あ、これ秒数を、まあ、ゼロにして、スキルを貯めるって感じか。なんか、ファイナルファンタジーでこんなゲームありましたよね。なんか、その、秒数をゼロにしてさ、なんかスキル貯めていくみたいな、なんかありましたよね。防御と、必殺技みたいなのか。なるほどな。操作は分かりました。はい。いっぱい出てきたな。1、2、3、5体かな？ああ。めっちゃ出てきてるやん、これ。やばない、これ。イブリイブリス。スだと。騎士団はどうなった。皆やられてしまったのか。あれ、フリーこれドもリしかして、ローエンの声ー、優悪い予か？感なんがか当たりま声しが似た。てるんだが。これは転移門です。騎士団の陽動は見抜かれていたのなでるほす。ど、なるほど。作戦は失敗作し戦はまし失た。敗した。宝珠の奪還は極あ、めて宝困難。珠？宝珠？聞こえないわ。元より、あー、ないの宝珠ね。の子、はい。撤退を進言あ、し撤ます。退しの、すんのか。私の命を賭して道を切り開きましょう。あなたはなるほ次のど、機会なるにほ備ど。えるで？の。何を言っている？何を言っている？天衣門からは無尽蔵に敵が現天衣れる門のがでなんす。か、敵湧くやつ私たなんかち一な？人だけではああ。防ぎきれません。じゃあ俺だけ生き残フるリードわ。リヒ、あバカな。お前は旗だ。旗を失うわけにはいかない。あ。ああ、なるほどね。ああ。いえ、フリードリヒ。あ、天多使くがの滅天ん使だがん滅んか。だ今、で、黄黄金金のの時時代代が終はわって、終わどんりな時つ代つなあんり、ねや。英雄の時あ、代の英雄の時と、代。女神の。女神の加護のもと、ああ。あまあ、なたちょったとちね、人最間初はがまあこれ、未来を作るのまあで皆す。さんにはちょっと聞いてもらう感じでいいかな、これ。あんま喋ることもないしな、これ。わからんしな、よく。人間が未来を作る。なるほどね。ではなおさらだ。最後まで付き合ってもらうぜ、っていうエか、ース。この緑の女、人間じゃないやろ。ああ。あ、今予想できた。これで必殺使うか、まず。これいけん。これ必殺使うやつは絶対勝てんじゃないの。やばいやばい。あ、強い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 。今全部必殺使ったけど、これエグいな、これ。なんかこれ、すげえ。何が起きてるかわかんねえんだな、これ。あ、すげえな、これ。ああ。必殺一気に使ったから、すぐ流れてきたな、これも。あなたより強い私がなるほど。先に倒れるはずがありません。あ、魔力があんのですか。が、なるほどね。魔力も尽き始め、フリードリヒ、謝ります。あ、これ死んじゃうパターンか。あなたを逃がすだけの力は、あ、本望だ。お前いいがんかい。死んいでついいかんかい。ここまで来れた。あ、そうか、ここが俺の住な、む長えな。おエリ前をス。助す。なるほどな。フリード、あ、フリー、ああ、どうなんのこれ。あ、死んだ。 死んだぞ、おい。フリードリー死んだぞ。大丈夫かこれ。あれ、エリカもやられるぞこれ。あ、あ、あエリス。れ、なんか垂れた。なこれ、シャボン玉か。なんか出てきたぞ。あ、これが天使か。あ、天使やな。なるほどね。ああ。こいつが、どうなんの？え、ていうか、えらい映像がリアルやな。え、ちょっと待って、強すぎないか、これ。おい、どういうこと、これ。あ、なんか、ロード・オブ・ザ・リングでさ、隠あ、そんしな、なんてか指輪がなんか、女破壊神にされた尊時もあんきな犠感じ牲になりはましたよね。麻のごとく乱れた世界にあ、平和になっ再たびん。なる平ほど和をね。もたらあ、あしいつが救世主みたいな感じか。かの最下から300ああ、年なるほどね。ああ。これより始まるは英雄たちの末裔が紡ぐ冒険だ。は英雄の時代を生きた騎士たちのあ。ああ、物まあ語。自分たちで、物語を作っていけと。そんな感じか。なにこれ。兄か。これスキルで、あ、いい運動だったわ。あ、これなんか見れへんのか、スキル。じゃあ、お、すげえすげえすげえ。すごいな。しかも、杉田さんですね、これ。で、会いたい。あー、
こいつが魔法使いみたいな感じかな。ああ、すげえすげえすげえ、これは強いぞ。え、これ強そうじゃない見た目。え、初めからこの防具ついてんのかな。これなんか弱そうやな。これも強そうやけど、まあ、ああ、なるほどね。あ、じゃあ俺これで行くわ。あ、まあリセマラーやからちょっともう一回調べていろいろあるけど、まあこれでいいや。これで、はい。ニックネームね。ああ。闇の帝王。あ、あれ？腐敗の、猛者と。これでいいんかな？ああ。あ、な、これでいいです。はい。てか、誰も名前使ってるやついねえね。まあ、そらそうか。ログインボーナスで、あれ？なんか出たぞ。アイロン襲撃。ああ。ちょ、この辺はちょっと後で見とくか。え、3000？ え、これ1番だけ3000って多くないか？まあ、27日続けたら、羽みたいなのもらう。まあ、いや、よくわからんわ。はい、これで、あー、なるほどね。あー、なるほど、なるほど。これは何や？アップデート記念キャンペーン。1日目出席。はい。あ、なんかもらえた。あー。で？どうなのこれ。あ、バッテン押す。なんか始まったぞ。プロローグ。兄か、兄かはどこへ行った。はい。城内にはいないようです。また城下町へ行かれたんでしょうか。まあここら辺はまあ仕方ない、もうちょっと自分が楽しむ感じでちょっとあんま喋らないでおきます。はい、今すぐ城下町へ向かえ。兄かを連れ戻すのだ。兄かって俺やん。ああ、わかりました。至急捜索してきます。兄かめ、並外れた実力がなければ騎士団を追放しているところだぞ。なるほど。兄かを救出するのが、あ、こいつが兄か。あれさっきとなんか違うぞ。このケーキ、なかなか美味しいわね。こんなお店があったなんて知らなかったわ。てか、フルボイスついてるってすげえな、これ。探しましたよ。何度も無断でし。あら、かいじゃない。ずいぶんせ。いいえ、結構です。バルデマール総司。バルデマール。ああ、どうせ大した用事じゃないでしょ。大丈夫ではありません。今までで何度、これ以上亀井に傷をつける行為は慎んでください。ご両親や泥を塗ったから何だっていうの。亀井なんて飾り気にして。ごめんなさい、ちょっと没頭してました。はい。カイもバルデマールのことは忘れて。なるほどね。遊びません。はい。さ、そんなに条件にしなくてもいいじゃない。なんだこの、これは。兄かさん。いや、僕は別に兄かさんが嫌いで断ったわけじゃなくて。キャラゲーか。だったら少しくらいいでしょ。はあ、こうして前から気になってた。なるほど。いやいや、あなたはすぐに人を誘惑しよう。なるほどなるほど。そうね、そんな一回の学者でしかない僕は。なるほどね。はい、試してみないとわからないわ。まあここら辺フルボイスで聞きたい方は、あの、自分でインストールしてやってください。カイの反応が面白いから、からかいすぎちゃった。いいもの見せてもら、慌てな。あなたの分も追加で頼む。なるほど。まあこういう茶番劇もあるんやな。ああ。あ、出てきた、なんか。承知しました。これさっきのやつかな。ついに、英雄フリードリヒ。あれ、あいつ生きてんの？さっき死なんかったか。あら、エリスじゃない。な、エリス？あなたに。なるほどね。はい。あ、こっからなんか、装備とかができるのかな？はい、冒険ボタン。なるほどね。あ、これで冒険していくって感じか。なるほど。なるほど。マリオみたいな感じかな？あー、わかりやすいね。1の1から、まあ1の8まで進んでいくと、1の9か。なるほどね。ああ、なるほど、なるほど。おリセマラはいつすんねや、これ。これ全部話聞かなあかんのかな。ああ。全員揃ったようだな。今回はどんな戦、
なるほどね。あのちょっと よくわからないこと多いんで、ちょっとこれ今やってる人ね、できればなんか教えてほしいですね。そこに、まあ、リセマラで何があたったらいいのかもちょっとよくわからなくて、聖杯ね、ただあの YouTube の広告に、あったからやってみただけで、正直あんま調べてないんですよね。あ、剣気得るな。なるほど。あ、ありがとうございます。あ、では準備を整えたら、はい、なるほどね。あ、こいつ使えるようになったぞ。これさっき選んだやつやな。で、こいつが攻撃す、あ、すごいすごい。あ、強いこれ。あ、さっきと同じやつかこれ。なんか鎌、鎌を使うのかこれ。鎌ですかね。じゃあ必殺技打ちます。はい。あ、強い強い。ええ、強ないこいつ。あ、レベル10とレベル20ならんかで打てんのか。だからさっきのやつは、レベル20のやつは強いってことか。あ、強い強い強い。強い。強いよ、これ。あ、すごいすごい。あ、すごいね、これ。まあ、何が今、このリーダーっていうかさ、最初4人選ぶやつで何が一番強いんでしょうね。なんか出てきた。なんかハリーポッターのさ、なんかいましたよな、あの、サイバイマンみたいなやつ。あ、こいつ強い。これ必殺めちゃ強いんだけど。ただ必殺が逆方向になんか鎌を振り下ろすみたいな感じになるのかな。人食い具も荒くん。あ、強い強い。あ、いや、強ないこいつ。あ、当たりかな。あ、え、しかもなんか紫になった。え、覚醒してるパターンか。あ、毒かな。え、じゃあ必殺打ちます。はい、これで。あ、あ、生きてる。あ、よしよしよし。あ、なんか結構爽快やな。あ、面白い。あ、クリアしました。1の1、冒険クリア。で、なんか宝箱が、ゴールド追加チケットとアイテム増加チケット。なるほど。次のエリアかな？あ、あれ？レベル2。戦闘力が6、6上がって、生存力も上がったんか。まあ、ようわからんな。これで？なるほど。装備ね。あ、こっから、やっとガチャか。なるほどな。あ、しかも17分もやってるって結構やな。まあ、ちょっと自分もね、まあ、興味本位にやったんで、まあ、あれだったんですが、まあ、とりあえずね、ガチャ引くか。これで SSS が出るとな、いいんやけどな。どういったご用件ですか？はいはい、なるほど。あ、召喚、なるほどね。あ、C ランク、防具召喚カード。あれ？これ C ランクしか出えへんのちゃう？え？あー、こんな演出なんか。で？はい。あ、C ランク。ヘラのスーツ。あー、まあまあまあ、いいでしょう。はい。あ、これでチュートリアル完了と。はい、なるほどね。はいはいはい。これで装備をして、先ほどショップで召喚し、なるほどね。これで装備していくって感じか。なるほど。はいはい。で、装備をして、あ、ほ、強化は、ホームのビラが出て、なるほどね。使用しない装備を強化されるということね。はいはい。なるほど。まあ、強化をすると。材料はこれね。アテナのスーツで、強化と。あ、これでヘラのスーツが、レベル2になったんか。なるほど。あ、これで完了ね。で、ガチャは引けないのか、これ。ね。ガチャこれか？これで？ご用件があれ、ジェムがゼロなんだが。あ、これで課金か。なるほど、なるほど。まあ、1万で9、なるほどね。なるほど。3000やったら3000ジェムってことか。なるほどな。これ戻るにはこうか。なるほど、なるほど。で、このメールに、あ、これね。あ、これで、すべて承認をして、ジェム3000個。いきなり3000もらうって感じか。これで、
防具、装飾品、アバター。アバターってなんや？あー、なるほど。まあ、とりあえず武器。あー、この武器の、B から SSS の、おー、10連かな？おい、いきます。はい。あー、これで？あ、なんか出てきた。なんか出てきた。あれ？あ、これ、ハズレっぽいな。あー。なるほど、なるほど。あ、押していく感じか。なるほどね。はい。まあ、S1 枚か。なるほどね。で、召喚か。なんかすごいすごい。めっちゃもらってるぞ、なんか。上位ランク装備を獲得。S やな。なるほど。まあ、こんな感じか。あ、ちょっと、まあ、リセマラのとこまでちょっとやったんで、まあ、これでね、まあ、やるかをどうか、まあ、いろいろ考えていきたいと思います。ちょっともう、いっぱい書いてるけど、何をやればいいかわからんしな。あ、とりあえず一回ここで切りたいなと思います。